戦争が起こったらですね、株とかリスク資産を買ったら儲かるよっていう、まあなんかとんでもない格言なんですけど、皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナーウェルスソリューションズ代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。今回の動画のテーマは、緊迫のウクライナ情勢、株式市場は絶好の買い場になるかといった内容でお話ししていきたいと思います。いよいよですね、ウクライナに、ロシアが、攻め入って、ウクライナの首都のキエフにまで、すでに近づいていて、まあ、近郊ではすでにもう戦闘も始まっているという、話、ニュースが、流れてきてですね、まあ、それによって株式市場、原油市場、あらゆるエネルギー市場であったりに、まあ、影響を与えていて、すでに投資されている方や、これから、投資されている方々もですね、結構この状況、今後の見通しであったりが、気になっている方が多いと思いますので、現在2月26日ですけど、最新の情報も交えてですね、ウクライナ情勢の足元の状況と、今後の見通しをお伝えしていきたいと思います。まずはですね、こちら日経新聞の、わかりやすく、ウクライナ、ロシアの状況、ロシアが、ウクライナに攻め入っている状況を分かりやすくですね、地図で表したものです。首都がキエフというところなんですけども、そこに向かってですね、ロシア軍がもう実際に攻め入っている、状況で、もう戦闘がかなり今起こっていると。で、ウクライナの大統領もかなりファイティングポーズをとっているので、戦争、もうほぼ戦争ですね、をしているような状況になっています。で、ロシアはロシアだけで攻めているのではなくて、ベラルーシとか、周辺国であったりを、巻き込んでですね、で、一方で左側のヨーロッパには、注意を払いつつ、政治的な交渉もしながら、着実にこう攻め入っていて、すでにもう、喉元ですね、キエフ、首都にまで、差し掛かっている状況。ここからですね、どういった政治的、交渉が、あるかにもよるんですけども、かなり緊迫も、結構最高潮まで、達してきているのかなと思います。これによって、あらゆるリスク資産の価格は、変動しているということで、そういった指数をですね、見ていきたいと思います。こちらはですね、ビックス指数と言われる、よく私がこの動画でも使っている恐怖指数っていうんですけども、世の中のリスク、恐怖に対する見方がですね、高まってくると、みんなが怖いなと、投資したくないなと思うと、この指数が高まるわけですね。で、怖くないなと、投資しても大丈夫だなって思うと、この指数は下がると。大体基準で言うとですね、今27なんですけども、これがもうこう30より高まるとですね、相当に皆さん、リスクに対して恐れているというような状況になっていると言えるような指数です。で、現状27なので、そんなに高くないわけですね。で、実際2022年入って1月中旬ぐらいからですかね、このウクライナの情勢っていうのは緊迫化してきたのがですね。で、そこからやっぱり上昇してます。それまでが15とか7だったんで、6とか7だったんですけども、そこから上昇傾向にあるものの、そんなに30は超えてないので、なので投資家の方々が、ものすごくこのウクライナ情勢によって投資することに対して恐れている、恐怖を抱いているというような状況ではないということが、このビックス指数を見るとですね、言えると思います。コロナショック、2020年の3月、4月あたりですかね、をこのチャートで見ていただくと、もう80とかまでいってますから、本当にマックスで恐れるとですね、これぐらいまで上がる指数なので、そこまで、みんな、この情勢に対して恐れてはいないという状況ということが言えると思います。これはあくまで投資家目線でっていうことですかね。はい。なんですけれども、これ次株価ですね。S&P500、アメリカの、日経平均みたいな、ものの指数なんですけども、これも2年のチャートですね。で、なんですけども、株価はですね、相当反応してますと。で、コロナショックの時は一番下げたんですけど、その後、ちょこちょこ、下げ相場が過去2年のチャート見るとあると思うんですけども、その中でも、2022年に入って、のこの下げ相場っていうのは、アメリカの利上げがあるからっていうのもあるんですけども、ウクライナの関係もあると思います。株価が、結構下落していて、この過去2年を見ると、調整の中では結構大きな調整になってますね。結構下落してますと。この薄い赤い部分が、
ウクライナの情勢が緊迫化してきてからの株価の推移なんですけども、マックスでですね、2021年の年末なんかは、4800ポイントぐらいまで行ってたのが、現状足元だと4400ポイントぐらいなので、まあ、10% 強ぐらい下落しているという状況になっております。で、じゃあ、まあ、ウクライナのですね、が緊迫化してるから株価が下がってるのかって言われてるとですね、そんなこともないんですね。ウクライナの人口はまあ4000万人ぐらいいるので、まあまあ大きな国なんですけども、ただ経済的な規模でいうとそんなに大きくない国ですと。で、まあロシアはそれなりに大きいんですけども、じゃあそこが戦争するからといって世界的な経済、GDP に影響を与えるかっていうと大してないと思います。最も影響を受けるのは、実は原油エネルギーなんですね。このエネルギーが上がる下がるっていうことに関して言うとですね、投資環境であったり、マーケットにはかなり甚大な影響を与えると。与えやすい、今、環境に特にあるんですね。こちらがですね、WTI と呼ばれる、原油の先物価格で、まあ、これが上がってれば原油全体は、上がってて、下がってれば下がってるというふうな、ことを知れる指標なんですけども、現在91ドルでございます。で、2021年年末なんかはですね、80切ってましたから、70何ドルぐらいだったので、ここ直近でですね、急速に上がってるわけです。足元だと91ドルとか、2ドルなので、ハイペースですね、上がっていて、これは間違いなく、ウクライナ情勢が緊迫化してるからということが言えると思います。で、なんでこうウクライナ、情勢が緊迫すると上がるのかっていうと、まあ、基本的に政治リスクが高まるとですね、戦争起こるんじゃないかっていうと、こういう原油価格って上昇するんですけども、特にロシアがですね、欧州が、NATO が、このウクライナ情勢に介入するなよというカードのためにですね、ロシアは原油とかこう天然ガス、たくさん出るので、それでヨーロッパの経済結構回ってるところあるので、それをこう最後のカードとしてですね、持ってるので、このエネルギーをですね、供給しませんとか、っていうカードを切る可能性があるということが念頭にあるとですね、やっぱりこう、ウクライナとの情勢がこの緊迫すればするほど、供給不足っていうのが懸念されて、この原油の価格っていうのが上昇傾向になってくるということで、これぐらい上がってるんですね。で、この原油の上昇に関してはですね、今アメリカの経済で最も懸念されているのは、まあ世界の経済ですね、最も懸念されているのがインフレですから、インフレで物価が上がることで、世の中の消費活動がこう停滞してしまうということで、インフレを抑えるためにアメリカは利上げしますと。で、利上げするとまた景気が悪くなるということで、この原油が上がることにはですね、世の中のもうほとんどの方々が今ものすごくセンシティブで、今の株価を下落させている原因、大きな原因っていうのは戦争になるからではなくて、この原油が上がってインフレが高まってですね、インフレ圧力が高まって利上げのペースが早まると、それで景気を大きく冷やすんじゃないかっていうことがですね、一番の大きな原因ということが言えると思います。はい。なんですけれども、実はですね、経験則から、過去の事例からだけ言うとですね、こういった政治的な戦争であったりとか、まあ、地政学的なイベントっていうのは、買い場だったっていうことが多いんですね。結局、みんな恐れて株であったりが売られて下がるんですけども、実はその下がった時に買ってたら利益が出てたっていうのが経験則上は言えます。はい。で、ロスチャイルドの格言にですね、ロスチャイルドってはスイスのプライベートバンクで、まあ、世界で最も歴史があると言われるようなプライベートバンクの一家なんですけども、ロスチャイルドの格言で、まあ、銃声が鳴ったら買えと、戦争が起こったらですね、株とかリスク資産を買ったら儲かるよっていう、まあ、なんかとんでもない格言なんですけど、ただまあ実際にロスチャイルドっていうのは、そういう格言に基づいて投資をしてきて、投資で資産を、もう莫大な資産を築いた、一族の格言なんでですね、結構信じて、実践されている投資家の方も、多いような、話でございます。で、まあ、それは格言だけじゃなくてね、実は過去のデータから、見ると、それはある程度証明されてるんですけども、こちらの資料はですね、これも日本経済新聞から、参照させていただいているものなんですけども、1970年代から、2017年までのですね、地政学的なイベント、何々戦争って言われるんですね、イラク戦争とか、
シリア戦争とかリビア内紛とかですね、まあ、いろんな抗争とか戦争があったと思うんですけども、それがの話が出てから緊迫化してから実際に戦争が起こってから、株価が調整した期間、軟調になった期間で、最も下がった、何パーセント下がったかっていうボトムですね、下落率ですね。で、その下落したボトムですか、株価が最も下がったところから半年後1年後はどれぐらい上昇しているかっていう、そういったですねデータをこうマトリックスにしたもの、イベントごとにマトリックスにしたもので、さすが日経さんですごく有用なデータを出してくれるなと思ったんですけども、これをですね一緒に見ていきたいと思います。で、まあ見方をですね参考にお伝えすると、1973年に起こった一番上のですね第4次中東戦争、この調整期間っていうのはこの戦争が起こってから38日間ぐらいは株価も調整しました、下落してましたと。で、その時の、最も下落したのは 17% ですね。17% 下がったと、イベントが起こる前から。で、そのボトムからですね、に買ってたら、半年後、1年後の株価どうなったかっていうと、最初のこの第4次中東戦争だと、半年が 2% 下がったんですね、ボトムから。さらに下がったと。で、1年後は 28% 下がったんで、また下がってしまったというのがこの第4次中東戦争ですと。じゃあですね、一番最近の2017年の3月、アメリカ、シリアですかね。シリアのミサイル攻撃っていうのがあって、これだと調整期間44日ですかね。で、騰落率で言うと 2.8%。あんまり下がってるんですね。で、そこで株を買うとですね、半年後 9.6% 上がって、1年後 14% 上がってるということで、こういうふうにこう戦争とか内紛ごとに、この結果が全部出ててですね、大体じゃあそれの大事なのが何かっていうと平均値ですね。たまたま上がったとかたまたま下がったもあるので、平均値を出すとどうなるかっていうのが一番下に出てる中央値ってやつですね。中央値を出すと、大体、いろんなイベントの中央値の調整日数っていうのは19日ぐらいで、株価の下落では収まっていると。で、騰落率でいうとですね、大体マイナス 5%、まあ、そんな下がってないですね、5% ぐらい下がってる。で、ボトムからじゃあ騰落率どれぐらいかっていうと、半年後はですね、8.3% プラスになっていると。で、1年後は 16.9% プラスになっているというところで、この中央値を見てですね、言えることは何かっていうと、ロスチャイルドの格言そのものなんですね。銃声が鳴ったら買えば、買えと。中央値だけ見ると、平均値だけ見ると、プラス 8% の、半年後プラス 8% の、1年後 16% なので、この平均の結果だけ見るとですね、投資してた方が良かったっていうのが、ことを過去がですね、一応証明してるわけですね。で、もちろんこれ規模とかですね、どれぐらいこう、この今回のように原油がに与える影響とか、利上げに与える影響とかもあるので、一概にもちろん言えないんですけども、過去のこういったデータからはですね、そういうことが言えるのかなと思います。まあ、今回のウクライナの内情勢がですね、どれぐらいこう、景気、原油、利上げに影響を与えるのかっていうのは、ちょっと測りかねるところなんで、何とも言えないんですけども、もしかしたら、このタイミングで買うとですね、良かったというような結果になる可能性もあるのかなと思っております。はい。そういったところで、本日は、緊迫のウクライナ情勢、株式市場は絶好の買い場になるか、最新情報反映といった内容でお伝えさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。